シルビア・パンクハーストは、イギリスの婦人参政権活動家、社会主義者。後に、左翼共産主義者、ハンファシズムの活動家となった。晩年は、エチオピアのために活動した。シルビア・パンクハーストは、イングランドのマンチェスターのオールド・トラフフォードで生まれた。独立労働党の立ち上げメンバーで、女性の権利向上に尽力したリチャード・パンクハーストと、エメリン・パンクハーストの娘である。 シルビアは姉のクリスタベル・パンクハーストと妹のアデラ・パンクハーストと共にマンチェスターの女学校に通い、3人は後にサフラージェットになった。マンチェスターで過ごす中で彼女らは多くの海外に触れる機会があった。幼少時、芸術に興味を持っており、画家になるためにロイヤル・カレッジ・オブアートに通ったが、そこで美術界におけるジェンダー平等の欠如を目の当たりにした。 1912年、彼女は友人らと共に、女性政治社会連合のイーストロンドン支部を設立した。1932年、ロンドンのトランファルガー広場で、イギリスの対インド政策に抗議するシルビア・パンクハースト1906年、母エメリンと姉のクリスタベルと共に、ベスプーで働き始めた。彼女は芸術的センスを活かして、ベスプーのロゴやリーフレット、 バナーやポスターを考案したり、演説会場を飾り付けたりした。1907年には、イングランドやスコットランドの工業都市を訪れては、職場での労働者階級の女性たちの肖像を描いていた。シルビアは、母や姉とは、対照的に労働運動に関わり続け、地域の政治運動を中心に活動した。彼女は、エイミー・ブルと共に、ベスプーのイースト・ロンドン支部を立ち上げた。 また、ベスプーの帰還誌、ボーツ・フォー・ウィメンに寄稿したり、1911年には、ベスプーの歴史をまとめた、プロパガンダ本、ザ・サフラジェット、ザ・ヒストリー・オブ・ザ・ウィメンズ・ミリタント・サフリッチ・ムーブメントを、出版したりした。シルビアは、女性参政権運動を行っている間に15回、逮捕され、他の活動家と同じように投獄された。彼女が最初に投獄されたのは24歳の時である。 1913年2月から1914年7月の間には8回も逮捕され、その度に繰り返し強制接触をさせられた。彼女は強制接触や監獄での経験をいくつも記録しており、その一つに1913年にアメリカの有名な定期観光物であるマックルーは S マガジンに投稿した記事がある。シルビアはベスプーの方向性に何度も異議を唱えてきた。 それは例えば、命を犠牲にせずに直接行動を起こすことで、抗議運動を行うべきだというようなことだった。ベスプーは、あらゆる政党から独立した存在であるのだが、シルビアは、ベスプーを、女性参政権に限らず幅広い社会問題に、取り組む、社会主義組織にすることを目指し、独立労働党と協調しようとしていた。シルビアは労働運動家のケアハーディと信仰が、深かった。 1913年の11月1日、彼女はアルバートホールで人道的な社会の実現のためにストライキを観光したダブ人の労働者を支持する演説を行った。ベスプーのメンバー、特に姉のクリスタベルはシルビアの行動に反対していたため、シルビアはベスプーから追放された。その後シルビアは1914年1月27日に、 イーストロンドンフェデレーションオブザ・サフラジェットを設立し、同年3月には、WSF の新聞として、ザ・ウーマン・エス・ドレッド・ノートを発行した。WSF は、第一次世界大戦の反戦運動を行っていたので、良心的兵器拒否者として警察から身を隠していたメンバーもいた。シルビア・パンク・ハースト C1910 母や姉は、第一次世界大戦を支持していたが、シルビアは、 戦争に反対していたため、デスプーの新機関紙、ブリタニアであからさまに攻撃をされた。彼女の組織は、ロンドンの貧しい地域に住む女性たちの権利を守ろうと、する活動を行っていた。例えば、喧嘩レストランを立ち上げて、施しの不名誉が起きない方法で、お腹を空かせた人々に食料を供給していた。また、戦争のせいで失業してしまった女性の雇用を作り出すため、 おもちゃ工場を設立した。さらに、夫が兵役に行っている間、その妻たちが適切な手当を受け取る権利を守るため、法的なアドバイスを行うセンターを設立したり、兵士の妻たちの貧困問題に取り組むように政府に働きかけたりした。1915年、シルビアはハーグで行われたインターナショナルウィメンズピースコングレスへの支援を行った。 この支援に母エメリンと姉クリスタベルは反対していたため、シルビアは家族における味方を失うことになった。1917年2月のロシア革命とアレクサンドル・ケレンスキーの対等の頃、クリスタベルはロシアの戦争撤退に抗議するために赴いた。エメリンは徴兵のために尽力し、良心的兵器拒否や戦争に反対する女性たちを非難した。 シルビアは結婚して、夫の名前を名乗ることを嫌がっていた。第一次世界大戦の終わり頃、彼女はイタリア人の無政府主義者のシルビオコリオと同居を始めた。二人はウッドフォードグリーンに移住し、彼女は30年以上その地で暮らした。1927年、シルビアは45歳の時に、息子のリチャード・パンクハーストを出産した。子供の父親との結婚を拒んだため、 シルビアは母親から縁を切られてしまった。彼女は死ぬまで、堅くなにリチャードの父親の名前を明らかにしなかったが、彼が53歳で、長年愛し続けた親愛なる友人であることのみ、明らかにしている。パンクハースト、エスグレーブ1930年代初頭、シルビアは共産主義から離脱したが、反ファシズムや反植民地主義の活動には関わり続けていた。 1932年、ソシアリストワーカーズ・ナショナルヘルスカウンシルの立ち上げ支援を行った。1936年から、ザニュータイムズエチオピアニュースを刊行して、イタリアのエチオピア侵攻を批判し、ハイレセラシエ一世を支持した。彼女は、エチオピア初の教育病院を建てるために、資金調達をしたり、エチオピアの芸術、文化全般に関する執筆をしたり、 研究を進めてエチオピア、エーカルチュラルヒストリーを出版したりした。1936年、英国情報局保安部がシルビアの所管の監視を始めた。終戦し、エチオピアが解放されると、エチオピアと元イタリア領ソマリランドの統一に尽力した。ミゴは依然として彼女の行動を監視しており、1948年には、 厄介なシルビアパンクハーストを黙らせるための戦略を立てていた。彼女はエチオピア皇帝のハイレセラシエへ一世の友人、そして相談役になり、1956年には彼に、招かれ息子のリチャードとアディスアベバに移住した。その後、エチオピアの生活や発展に関する様々なことを報道する月刊誌エチオピアオブザーバーを刊行した。シルビアの著書は、 ドキュメンタリー映画監督のジルクレーニーに多大な影響を与えた。シルビアは1960年にアディス・アベバで亡くなった。国葬が取り行われ、ハイレ・セラシエ一世からアンオノラリー・エチオピアンの称号を受けた。彼女はアディス・アベバの三位一体教会区域に埋葬された唯一の外国人だった。また、シルビアの名前と写真は、 他の58人のサフラジェットと共に、ロンドンのパーラメントスクエアにあるミリセント・フォーセットの像の台座に刻まれている。その像の除幕が行われたのは、シルビアの人生を題材にしたミュージカル、シルビアがオールドビックシアターで初演された2018年である。幼少時から、シルビアは社会をより良くできるような画家や製図者になりたいと考えていた。 彼女はマンチェスタースクールオブアートで教育を受け、その後ロンドンのロイヤルカレッジオブアートに通った。デスプーの活動の中で彼女は暖気や装飾的、図式的なロゴなどのデザインを受け持っていた。ラッパーを吹いている自由の天使の紋章は女性参政権運動の宣伝に大いに貢献し、バナーやパンフレット、カップとソーサーにまで使われた。 2013年から2014年にはテートモダンで彼女の作品の展覧会が催された。展覧会情報や作品の写真はシェフィールドハラム大学の研究アーカイブで参照することができる。結局、シルビアは政治運動と職業画家の両立は難しいと考えて画家としてキャリアは諦め政治活動に集中した。ありがとうございます。